行きます、大間さん。ありがとうございました、勇者様。モンスターが真っ二つなんて。いやー、モンスターに囲まれた時は我々もここまでかと覚悟しましたが、勇者様本当に助かりました。魔王を倒していただいたことで勇者様には感謝してもしきれないのに、まさか直接助けていただく機会があるなんて。ええ、これは一生の思い出になりますよ。そう言っていただけると私たちも嬉しいですね。ではこの後もお気をつけて。はい、勇者様もパーティーの皆様もありがとうございました。勇者様たちもお元気で。お疲れ様でした。お二人も怪我はないようですね。ぷぷぷぷぷー、お待ちば、ヒルダの半分も倒せてなかったし。オーマが勇者なのに。ですが大間様、努力されてきただけあって素晴らしい成長速度だと思いますよ。はい、昔から大間さんは飲み込みが早いですから。え、そんなんじゃ遅くない？もうちょっとで町に着くんだし。それでしたら大間様、今回の滞在では式典の予定はありませんから、アラードよりはゆっくりできると思いますよ。はい、本当です。今回の滞在の目的はエルシエラに送った報告の調査結果を待つためなんです。大間様の状況や宝珠の件になりますね。勇者がそんな状態になったのも、宝珠が謎の力を持ったのも、どっちも前例のないことばっかりだし。私やシロちゃん様の覚えていた話以外にも何かあるかもしれませんから、様々な文献を調べることになったんです。最小のローレル様が陣頭に立って調査されることになったそうですから、そこまで時間はかからないと思いますよ。あの大間さん、エルシェイラに到着する頃に伝えるべきかと後回しにしていたのですが、実は最小のローレルさんはこの世界で身寄りのない大間さんを引き取られ、後見人をしてくださっていた方なんです。いえ、引き取られたのは大間さんが勇者になる前ですよ。私は直接お会いしたことはありませんが、
宰相としての手腕だけでなく、人としての評判もとても良い人物ですね。そうですね。さて、話は戻りますが、そういうわけですので、町の代表の方にご挨拶をするぐらいはあっても、正式の用事はその返事を待つことだけですね。それでは大間さん、そろそろ出発しましょうか。ここが森の国、ローズエール。ヤルヌの町です。え、あ、はい、それは間違いなく大間さんの手によって。ただ正規の軍人ではない傭兵の方々はもともと冒険者ギルドの冒険者でしたから。はい、正解です。今門番の方にお聞きしたところ、何でも近くにダンジョンが見つかったそうでして、難易度も低いとのことで国に帰らず挑戦することにした方がかなり多いというお話ですよ。そりゃあ冒険のないファンタジーなんて、ヒロインがいないラブコメみたいなもんだし。あしって大賢者だし、夜も惜しんで文献を読み漁ってるから、日本の今の文化にも随分詳しくなったし。ジロジロ見たら目ですよ。その通りですね、大間様。オーズ、道の真ん中で突っ立ってんのよ。こっちは忙しいんだ。なんだ、ずいぶんとひょろっちいやつだな。これでも冒険者なのか。あ、おい、見ろよこの人たち。確かに、そっちの姉ちゃんと嬢ちゃん、ただものじゃねえ気配を感じるな。すげえ強者の貫禄だぜ。
と名のある冒険者なんだろう。いえ、大したことはありませんよ。ただの旅行者です。そうか。まあ本人たちがそう言うならあんまり詮索はしないけどよ。おい、お前らもこっち来いよ。これだけの方にお会いできる機会なんてなかなかないぞ。おお、すげえ。なんて力だ。冒険者らしいぞ。勝負してみたいぜ。こんな人間がいるなんて。しかしすげえな。ありゃ俺らが束になってもかなわねえぞ。ああ、指一本で雲の彼方まで飛ばされそうだぜ。私そんな怪力じゃないですから。皆さんお引き取りください。私たちはただの旅行者ですから。よかったな坊主、こんな立派な人たちに同行してもらえるなんて。これから頑張れよ。見習いなんだろ。優秀な先輩にたくさん教えてもらえよ。きっといつかは立派な冒険者になれるからな。大変な目に遭いました。あんな風に言われると落ち着きませんね。何だったんでしょうか。あら、大間様。ですよね。道端に布団を敷いて寝たとか、お姫様と駆け落ちしたとかね。私を知っているからという態度や雰囲気ではありませんでしたよ。まあそうなんだよね。とはいえあれこれ考えてもわからないし。ですね。まずは町長さんのところに向かいましょうか。気さくな方でしたし、さすが町長さんおすすめの宿ですね。でも町の迎賓館、他のお客さんも滞在してたみたいだし、負担が減ってあっちも助かったんじゃね。そうかもしれませんね。すごくお忙しそうでしたから。それは大丈夫です。町長さんによると、むしろ行わない方がこの国としては都合が良い形になるそうです。もともとこのローズエイルは、獣人やエルフの集落が点在していた地域で、一つの国ではなかったんです。しかし、各種族ごとの小さな集落では、侵攻を開始した魔王軍に立ち向かえるわけもなく、多くの集落が滅びる結果になってしまいました。そんな状況の中、一人のエルフが各地を巡り、異なる種族の間で説得と交渉を続けた結果、1年前にようやく連携できる国となったんです。
い。それで国になるまでは連携どころか敵対する関係の集落が多くあったそうなんです。この町は狼の獣人の集落だったそうですが、ここで式典を行うとなると他の獣人の町から苦情が寄せられることは間違いありません。自分たち以外の町で式典を行うということは、力の強さに自尊がある元集落であればあるほど許容できない話になってしまうそうなんです。ちなみにだけど、同じような理由でこの国の人もまだ決まってないんだって。そういうわけですから、大間様、森の国に滞在する間は旅をしている冒険者ということでいきましょう。勇者パーティーだと気づかれなかったのは幸いだったかもしれませんね。ふざけてんじゃねえぞ。あのモンスターは俺が目をつけてたんだ。だからその報酬は俺のもんだ。あ？てめえがちんたらやってるのが悪い。ザコは最低ランクのペット探しでも受けてな。はあ？ぶっ殺す。そのようですね。今のところ通行人は巻き込まれていないようですが、建物には被害が出てしまっていますね。そこのてめえ、何見てんだよ。先にぶっ殺されてえのか。うるせえ。弁償だったらそいつに言いやがれ。はあ、誰が弁償なんかするかよ。つかてめえ何者だよ。他人の喧嘩にしゃしゃり出やがって。おめえちょい待ち。勇者って名乗らない方がいいんじゃね。さっきの話もあるっしょ。そうですね、実力的にも問題ない相手のはずです。なんとかここはうまく乗り切ってください。はあ、見習いってことは最低ランクかよ。兄ちゃん、よく見たらいい装備持ってんな。迷惑料としてそいつ置いてけよ。おい、そいつ売っ払って山分けでいいだろ。そりゃいいな。さっさとそいつをよこしな。わけねえだろ。ほら、さっさとよこせっつってんだよ。あの、大間さん、思っていたより困った人たちみたいなので、もし乗り切ることが無理そうなら。ほらよ、身ぐるみ置いてきやがれ。
なんだ、よけよかったのか。おい、俺も手伝うぜ。何だったんだ今の竜巻は。どこだその冒険者は。おお、警備隊が来てくれたぞ。あいつらだ、とっ捕まえてくれ。くそ、てめえの顔は覚えてからな。おい、逃げるな。待て。大丈夫でしたか、オーマさん。それはまだ、オーマがまだまだってことだし、自分でできるって自信や力がちゃんとあれば、シェーラの宝珠は反応しないはずっしょ。落ち込んでるの？ウケる。
り前だし、オーマを一人にするとか危険すぎるっしょ。弱いから。そうだし、変に気遣って勘違いさせたら危険だし。あと、もう一つ言っとくと、オーマと一緒にいるアーシア・ルティ、それにヒルダは魔王城の戦いで無事に生き残れた勇者パーティーなわけだし、オーマの世界の今のもので例えると、素手と車、どころか最新鋭の戦闘機と比較するようなものっしょ。ただの事実だし。強くなるための第一歩は、自分が弱いことを自覚すること。オーマが本気でそう思ってるなら、一歩進んだんじゃねって思っただけだし。一歩の後は、まあ、経験？それなら、せっかく勇者を名乗らないでいい、今こそがチャンスかもね。今って、返事待ちで目的がない上に勇者だって名乗らないでもいいわけっしょ。冒険者として活動すればいいんじゃねって話。その話はアラードにいた頃っしょ。あれから時間も経ってるし、そもそも傭兵が冒険者に復帰したって話してたじゃん。どうでもいいさ。みんなが平和な世界で幸せに暮らすため、そのために戦う存在、それが俺、勇者というものだからな。そうか、勇者とかようなものだなら、覚えておく。その愚かな考えは必ず貴様を滅ぼす。行くぞ魔王、これで最後だ。はぁ、
ほど。確かにそれはいい案ですね。ヒルドさんはどう思いますか？そうですね、勇者としての活動やモンスターを殲滅する戦い方であれば私から伝えることはできるのですが、昨日のようなものを相手にする場合、先に冒険者のルールや考え方を知っていれば対処が変わってくるのではないかと思います。ということで私も賛成です。冒険者の経験は大きな糧になると思います。ただし大間様、ダンジョンに潜る場合は必ずシロ様と行動を共にしてくださいね。はい、宝珠の力は強力ですから、誤って地下であるダンジョンで最大級の攻撃を出してしまうと崩落の危険性があります。その点、初心者ダンジョンであれば姿を消したシロ様がいればまず安全でしょうから。はい、頑張ってきてください。私たちは終わる頃にお迎えに行きますね。そろそろ終わった頃だと思うのですが、大間さんはどこでしょうか？キャー！って、大間さん？ですよね。どうしたんですか？そんなにぐったりして。これって一体？なんだかオーマが思ってたのと違ったみたいなんだよね。最後の水晶だけテンション取り戻してたけど。最後の水晶？ああ、本人確認の水晶ですね。指先の文様の違いを記録するものだとか。ただピカーッと光ることはなかったと思います。それでなおさらあんな感じでふてくされてるってわけ。まあそれはしょうがないんじゃね。冒険者ギルドを作ったのって初代勇者だし、みんな知ってる話っしょ。あの確かに初代勇者様がギルドの設立者という話は有名ですが、とは後で知ったけど、異世界の話は魔王との戦いを手伝った時にそこそこ聞いてたから。後で拾った文献と一致してた話は多いし、大間の話ともあちこち一致してるから間違いなく同じ世界なんじゃね。確かに初代勇者様は別の世界から現れて大魔王を倒したと伝承で言われていますが、大間様の世界の出身だったとは驚きです。あーしたち以外は大間の事情って知らないわけだし、話をしても全く役に立たない情報だけど。
です。ずっと下を見ていたのでちょっと心配でした。そうですね、穀物や野菜については豊穣の国と呼ばれるアラードに譲りますが、果物については森の国が一番かもしれません。大間さん、せっかくですから見て回りましょうか。まだ宿の夕食まで時間はありますし。それでは、この街を楽しまれてくださいね。あのさ、大間は何がしたかったわけ？ずっといたんですけど。で、なんだったの今の。勇者様は年上女性に逆ナンされてウッキウキ。妙な反応。あ、勇者をスルーしてたあれね。だったらもう直接町の人たちに聞いた方が早いんじゃね。それ、勇者だって思い込んでるヤバい人じゃね。あるいはすっごく自意識過剰な人。でも、あ、シロちゃん様に大間さん、お二人ともこちらでご一緒だったんですね。私もいたことはいたんだけど、大間とご一緒はちょっと違うかも。何かあったんですか？大間ってば、年上女性に逆ナンされてた？逆ナン？あ、わかりませんけど。年上女性というのはどういうことでしょう？にやり。40歳ですか？その、確かに大間さんよりは年上ですが。無自覚に新しい疑惑をバイプッシュしてて、さすがに見てらんないし。エルフの40歳は見た目4歳児だかんね。
ったんですね。ちょっとびっくりしましたけど、そういうことでしたら。大間様、年齢の値だけを見て、その種族の寿命や成人年齢で考えないと、いろいろと問題になりますからね。10枚だったんですか？とってもお買い得だと思いますよ。エルシェーラだったら30枚くらいですから。何円ですか？大間様がいた世界の貨幣でしょうか？それだったら銅貨は10円で銀貨は1000円くらい？いいけど、あんまり褒める気ないっしょ。ちなみに価値が半分の半銅貨や半銀貨ってのもあるから、ちゃんと覚えておくんだし。10万円。アラードの広場？え、まさか金貨を投げたんですか？さすがにそれは。ただいま戻りました。お疲れ様でした、シェイレン。それで彼はどうでしたか？向上心もあり、非常に好感の持てる人物かと思います。ただ勇者として考えると頼りなさすぎるというところですか？はい、神社様、何か事情があるのかもしれませんが。向上心はあるが頼りない、私にとっては理想的な男性ですね。お会いするその時が今から楽しみです。勇者、大間様。足を獣扱いってどういうこと？いい、足大金だよ、千年ものよ。それぐらいもわからないのに、ギルドの職員とかありえないし。
者をこれくらいで懐柔しようなんて肩腹痛いし、うわー、これすっごくおいしい。この町に冒険者が多いのはダンジョンがあってこそってわけだし、依頼がそればっかりになるのは当然でしょう。ルティの都合に合わせて焦らず行くしかないんじゃない？よう見習い、待ってたぜ。この間は世話になったな。礼をしに来たぞ。昨日のこのことギルドに現れたって聞けば、まさか登録前だったとは思わなかったぜ。なんでも大臣がおすすめなんだってな、冒険者のくせによ。これはチャンスかも。オーマは強くなりたいって言ってたよね。そうなるとアウトローとの付き合い方ってのを身をもって経験しておくべきだと思うんだよね、アーシ的には。ということで、カモにするかカモになるか、それはオーマ次第ってことで。獅子は我が子を先人の谷に突き落とす的な。アーシは大賢者だし、さっきから一人で何言ってんだ、頭いかれてんのか。あーしは今オーマ以外に見えてないから。まあどうでもいいさ、それよりお礼だ。そうだな、怪しげな術を使うみてえだが、これだけの人数を相手に魔力が持つかな。そこの少年、下がっていろ。なんだてめえは。伏せろ。
セイラが出てくるなんて聞いてねえぞ。くそ、せめてこのガキだけでも死ねえ。まさかこんなガキに。ほう、命までは取らない。それなりの訓練はしているようだが、見習いというのは本当らしいな。万一のことを考えて動きが遅れたの。今の踏み込みギリギリだったぞ。師匠、どこに行ったんですか？あ、ヘイラ師匠って、見つかったのですか？遅いぞ、マーナ。はい、すみません、加勢します。もう終わった。そうでしたか。あら、あなたは。お会いできて光栄です、勇者様。ご活躍はこのローズエールの地、ヤルヌの町においても聞き及んでおります。おっと、失礼いたしました。私はマーナ、警備隊の隊長をしているものです。勇者、これが？テイラ師匠、勇者様をこれ呼ばわりはいけません。だがな、何かの間違いだ。数々のご無礼、失礼しました。テイラと申します。それなのですが、犯人に狙われていた冒険者見習いの方が勇者様というのは、一体何がどうなっているのでしょうか。待て、マーナ。一冒険者の私は聞かない方がいいだろう。情報は冒険者には大切なものだ。だが、余計な情報は命に関わることもある。勇者様、町長には話をつけてあるのでしょ。なら、マーナ、気になるようなら町長から聞いた方がいい。勇者様もそのようにお願いします。改めまして、私はこの町の警備隊の隊長、マーナと申します。そして彼女がテイラです。冒険者ギルドに所属するただの冒険者です。彼女は町に滞在している間、私に剣を教えてくれることになりまして。だから師匠なんですよ。ただの気まぐれだ。そのうち町も出ていく。そう言いながらもう半年はいますけどね。
弱すぎるからでしょうか。師匠、いえ、彼女の言い方は直接すぎましたが、確かに強さが理由で。大丈夫ですか？あ、はい。それで、勇者様もご存知でしょうが、この町には私たち獣人が多く住んでおります。獣人は自然と共に生き、自然を恐れ、そして他の種族と争うことが多くありました。そんな常に危険と隣り合わせだった種族だったからでしょうか。人の言葉で言う野生の感が非常に強く、実際戦いにおける相手の強さについてはかなり正確に判断することができます。そしてその強さを全ての基準にする人が今でも非常に多いため、情報を知っていても勇者様だと気づけなかったのではないかと。要は獣人、特に強さを信奉する者たちは自分の感覚以外の情報を優先せず、いえ、そもそも参考にできないものが多いという話です。もっともそれは勇者様に刃を向けたこいつらのような底辺の冒険者にも共通する話になりますが。では勇者様、私たちはそろそろ行きますので。あ、待ってくださいよ師匠、捕まえた犯人たちは連れて行かないと。そうだったな。だが私たち二人だと難しいだろう。手伝いを呼ぶにしても一人だけ残るのは危険だ。うん、そう、こいつらにとどめを刺すのはどうだ。勇者様に手を出したんだ、結果は同じだろう。罪状的にはそうなるかもしれませんけど、ダメですから。警備隊は町を守り、悪人を捕らえることが最優先なんです。